気を引き締めていこう。Thank you.
よし、また一歩強くなれたかな。よくやった。それでこそ鬼を撃つ鬼だ。やればできるんだから。ハツホ、これでお前たちは名実ともに一人前のモノノフだ。働いてもらうぞ、これまで以上にな。任せてヤマト、私たちきっともっと強くなるわ。まあ俺に比べればまだまだだけどな。お子様は黙ってて。誰がお子様だ、誰が。まったく困った問題児たちだ。あ、待って、君に言わないといけないことがあって。その、いろいろ助けてくれてありがとう。それだけ。じゃあまた任務でね。8年も前のことです。大きな戦がありました。北の地で鬼門が開き、鬼が人の世にあふれ出たのです。これを大曲時と言います。モノノフたちは7日7夜戦い続け、なんとか鬼の侵攻を食い止めました。ですが、多くの町や村が滅ぼされ、鬼の住まう異界となってしまいました。残ったのはここ、中津国だけ。そして人の世は、今も蝕まれているのです。過去と現在が混ざり合う、鬼の世界に。以上、授業はおしまい。ちゃんと理解できた？君、本当に何も知らないんだもの。さては、座学サボってたわね。そりゃ私だってちょっと苦手だったけど。とにかくちゃんと勉強しておくこと。でないとまた私が先生役やらされるんだから。